ベトナムのトーラム公安省がネット上で批判にさらされている世界的に有名な高級レストランで金箔に包まれたステーキを食べたとされる動画が拡散しているためだ新型コロナウイルスの感染拡大による厳しい規制で国民が苦しい生活を送る中国民の恥 共産党の指導者が庶民の金を捨てていると厳しい反応が相次いでいる動画では肉に塩を振るパフォーマンスで塩振りおじさんとして世界的に有名なトルコ一料理ニンヌスレッドギチェ氏が。 金箔で包んだ骨付きステーキに塩を振った後、ナイフに刺した肉をラムシと見られる人物の口に運んで食べさせる様子が撮影されている。米政府系放送局ラジオフリーアジアやイギリス BBC のベトナム語版などによると、動画は3日、1000万人を超えるフォロワーがいる玉チェ氏の TikTok のアカウントで、公開された4日、夜までに削除されたが、すでにベトナム国内の Facebook や YouTube で拡散されていた。 撮影日や場所は示されていないが、ラム氏は10月末から3日まで、国連気候変動枠組み条約締約国会議にファム・ミンチン首相らと出席するために英国を訪問していた。そののため、動画はロンドンドドにある玉チェスステーキ店、ヌスレッドで。 今月上旬に撮影したと見られている。ヌスレットは、米国やトルコ、中東などにも約20店舗あり、ハリウッド俳優やサッカー選手らが利用する超高級店として知られている。金箔で包んだ骨付きステーキは名物料理で、値段は約10万円という。2018年には、同じ系列のステーキ店で肉を食べる南米ベネズエラのマブロ大統領の動画が拡散し、強い批判を受けた。